はいどうもみさん、こんにちはです。今回もですね、ポケモンスカーレッドバイオレッドやっていきたいと思います。 さあというわけで本日は3月13日の水曜日ということで皆さん、ね最強リザードンレイドで盛り上がっていると思うんですけどもなんとですね本日の12時にいよいよですねあの超特別なポケモンの配布がスタートしましたということで今回はそちらのポケモン配布についてね皆さんに紹介していきたいと思います。 というわけでちょっと早速です、ね、もう配布が開始されたということで僕も実際に、ね、受け取っていきたいと思います。 では早速ね、こちらオンラインにつなげた状態でポケポータルに入りますそして不思議な贈り物を選んでシリアルコード合言葉で受け取るのところに入りますとはいそしたらですねこのように合言葉が打てるところに入りますので今からね僕が打つ合言葉をそのまま真似してみてくださいさあではまず1文字目は Y で次は0次は A S0B1 もう一回 B1 次は R で1もう一回 B1R1 はいこちら夜遊びビリビリと打つと。 なんとなんとはいこちら来ました夜遊びのパーモットですねあの超有名な歌手夜遊びのパーモットということでこちらのね超特別答え受け取っていきましょうまあ合言葉はねやっぱりかと言った感じですね夜遊びビリビリ予告されていた通りでしたねはい来ましたパーモットね こちら受け取ったので早速ですね。ちょっと手持ちからね。ステータスを確認していきたいと思います。はい、それではこちら、今回配布されたパーモットですね。ステータス見ていきましょう。はい。 えプレシャスボール入りのメスとなっております。でレベルは20での配布ですねで。テラスタイプは電気テラスタイプ。親名が夜遊びになっております。超特別ですね、これは。ID ナンバーは231118になっておりますね。はい で技構成が伝送攻撃、放電電光石火、ほっぺ、すりすりになっておりまして、まあ、いずれもねビリビリをまあふつとさせるような技になっておりますで、えー、と努力値はねもちろん振られておりませんと特性は蓄電になっております。 性格は陽気な性格素敵な場所でレベル20の時に運命的な出会いをしたようだと書かれておりますねでリボン見ていきましょうはいクラシックリボンがついていましたポケモン好きのパーモットですねはいということで今回配布されたのはこの超特別な YOASOBI パーモットでしたね是非ねプレシャスボール入りのメスのパーモットとなっておりますので今のうちにね皆さん受け取るようにしましょう でこちら肝心の受け取り期限ですけどもこちらは心配することはないと思いますというのも来年2025年の2月28日までとなっておりますので期間はねめちゃくちゃ長いですなのでまあゆっくりね受け取ればいいと思うんですがあの知らないうちにねちょっと受け取り期限過ぎちゃったよという方ももしかしたらいるかもしれませんので今のうちにねこの動画を見た瞬間に受け取っておきましょうと言った感じですね さあ、ということで、今回は超特別個体である YOASOBI のパーモットの配信が開始されたということをお伝えしてきたわけですけども、なんと今から2日後の3月15日の金曜日にもですね、新たにポケモン配布が確定しております。というのも、アニポケの方でですね、今はまだ未解明、未公表のポケモンが配布が開始されるよということが、公式によってね、 もう告知されておりますので、まあ、こちらもめちちちゃゃく楽しみですねちなみに合言葉そしてポケモンに関しては放送中ですね「アニポケ」の放送中に公表されるということみたいですのでまたね公表され次第このチャンネルで動画でお伝えしていきますのでぜひねこちらも見逃したくないと受け取りたいという方は今のうちにチャンネル登録をしておいて最新動画をねすぐチェックできるようにしておいていただけたらと思います。 そしてさらにさらに来月の4月にもですね特別なチャンピオン個体の鉄のカイナが配布されるということもすでに確定しております。こちらはですねヨーロッパ選手権大会に優勝したマルコさんが実際にね大会中に使っていた鉄のカイナになっております。まあ、こちらもね特にスカーレット としか持っていなくてなかなかねバイオレット限定のポケモンをゲットできない方にとっては非常にありがたい配布だというふうに思いますやっぱり鉄のカイナはねバイオレット限定になっておりましてただやっぱ星6レイドとか最強レイドでもよくね活躍してくれる強いポケモンになっておりますのでぜひ、ね、この機会を逃さずに受け取ってほしいと思いますまあただね配布の期間が来月からなので ますまたね日にちが近づいてきたら予告をしますのとあとはまあ,あの実際にね配布が開始されたらすぐに動画でお伝えしていきたいと思います是非ですねそちらも忘れずに受け取っておきたいという方は今のうちにねこのチャンネルを登録しておいていただければと思いますちなみにこの鉄のカイナの配布期間はすごく短くなっておりますので是非ですねこちらは忘れずに受け取っていただきたいと思います というわけでね今回はポケモン配布情報について紹介してきました今後もですね最新情報であったりとか攻略情報があればねすぐにその都度動画でね紹介していきたいと思いますのでポケモン好きの方はね今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいですでねもしこの動画に高評価していただけたら非常に嬉しいですぜひ、ね、そちらもよろしくお願いしますでででちょっとついでにですね でアニポケで配布が開始されるポケモンですね、こういったポケモンが配布されるんじゃないかみたいな皆さんの予想があれば、ぜひね、アイディアを聞きたいのでコメント欄でどしどし、ね、書いていただけるとそちらもね嬉しいです、ぜひね、そちらもよろしくお願いしますというわけで今回の動画は、ね、これで終わりたいと思います。ままた次の動画ででお会いしましょうそれは皆さんババイバイ <music> And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. I'm always self destructive. I'll take a hit, I love it. Can you give me a second? I'm slow, got blurry vision. I'll fall into a trap that I made